一塁線破った。さあ一塁ランナーの頓宮は三塁を回るのか、回るのか、回った、回った、バックホーム、バファローズが追いつきました。というふうに話をしてくれました。左へ持っていった。どうだ、レフトオーバー、また大里が打ちました。悠々と二塁へツーベース。大里が躍動しています。ツーアウトからツーベース。昨日今日と一番スタメンで起用されている若い大里ですが、いやー、昨日は種市から2安打、今日はタイムリースリーベース、そしてこのツーベース。オリックスもいい若い選手が出てきたじゃないですか。そうですね、また打ちました。今日3本目のヒット、大里猛打賞です。バットの出がいいですよね、この人。そうですか、全然力みがないバットの出し方するじゃないですか。振ってるという佐藤キッカー、ワンバウンドになりました。大里盗塁成功、プロ初盗塁になります。育成で入って3年目、大里盗塁を決めました。今日は3安打。